不安な胸の内、市川海老蔵。家族、子育て、看護、歌舞伎俳優の市川海老蔵さんの妻小林真央さんが2017年6月4日ブログを更新。不安と題し、現在の体調と在宅医療の大変さについて綴った。先月29日退院し、在宅医療へと切り替えた真央さん。我が家で子供たちと過ごす穏やかな日常を本当に楽しいと綴っていたが、4日に不安と題したブログでは、今日は 39.4 度の熱から始まり、一日中痛みと収まりどころのない苦しさでした。汗の量がすごいので、起きてから6回の着替え、フェイスタオル、ベッドに敷くバスタオルパジャマが何枚あっても足りないくらいです。子供たちのいるリビングと私の部屋では全く違う世界が繰り広げられていて、子供たちがまだ小さいので、その両方を同時に担っていかなければならない家族の大変さ、主人にはそこに仕事があるのでなおさらです。家族はみんな大丈夫だよと笑顔でいてくれますが、これからどうなっていくのか不安は募りますと、家族、子育て、看護の間で働く海老蔵さんに対し胸の内を明かした。さらに真央さんは、在宅医療の大変さについて考えさせられた、どうなったって生きるしかないので、本当にごめんね、ありがとうです、本当に朝から心温かくなりました、涙本当にありがとうございます、感謝の気持ちを綴りブログを締めくくった。ブログ読者からは、真央さんのように強くて優しい女性になりたいです、真央ちゃんはそのままの真央ちゃんでいてくださいね、などのコメントが寄せられている。感謝、市川海老蔵。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。